と友情破壊ゲーの RTA、ハッチマップよ。開始地点は、先駆者兄貴に習って、電源を入れた瞬間から。はい、用意スタート。今回は、シリーズの目玉物件、桃太郎ランドを買収するまでのタイムを競っていきます。また、複数プレイヤーの操作を許可する方針で進めます。名前は、入力速度を考慮し、桃太郎。ニコンの名前は、金玉にしておきます。あのさあ、早速がばっていくのか。プレイの年月は、適当で。やるなら、36が普通でしょう。ちなみに先駆者兄貴は、1プレイヤーのみで、2P は赤鬼で走っていますので注意。セーブデータは、必ず一番上を選択しましょう。後半、リセット地獄となる可能性があるからですね。経営に成功するには、運も必要だから。目的地は、なるべく北か九州四国にしておきましょう。今回は北海道なので、目的地ガチャには勝ちましたね。あーっと痛恨のミス。いきなり走り出してしまいました。よいこの走者は、必ず開始直後に会話と移動速度を変更しましょう。さて、まずはカードあさりをします。千葉県には、カード駅がたくさんありますので、ここを拠点にします。カードは序盤にしては高額で売れるため、資金稼ぎとしても優秀です。ですが、今回はとあるカードが2枚必要なので、引くまで粘りましょう。ここは1周8マスなのですが、カード売り場と、勝浦があるため、出目によってはカード駅に泊まれません。なので、泊まる場所は少しだけ意識した方がいいです。一番泊まってはいけないのが、千葉駅の下。サイコロが3、5で、カード駅に泊まれなくなってしまいます。また、一周8マスなので、4が出た場合は選択肢が1つしかありません。なので、4が出た時に、カード駅に泊まれなくなってしまうマスも避けた方がいいでしょう。と言ってるうちに、純必須カード、ダビングカードを入手。これは、手持ちのカードを1枚、増殖させるという壊れカードとなっています。また、ダビングカード自体を増殖することもでき、その場合、無意味にターンを進めることになります。スリスリの銀次が怖いとかで、行動したくない時には役に立つテクニックになるでしょう。ところで、カード駅で出るカードは、かなりの数があるのですが、もちろん、狙ったカードを出すのは至難の業です。欲しいカードは売り場にもないので、気合で出すしかありません。というわけで、今回のリセット基準は、1年目に1枚も出なかったらリセ。3年目までに、2枚揃わなければリセット。リトアルフ、火薬するレビタの名にふさわしい行動を取ることになる。正直リセットでもいいんですが、大した害はないので続行します。カードがいっぱいになったので、売り場で売りましょう。そこそこ資金も必要なので、ちょこちょこ売る必要があります。ちなみに桃太郎ランド買収に必要な金額ですが、なんと150億円。当然普通にやってたら日が暮れちまいますね。なので、少し汚い技を使わせてもらいます。それが何なのかは見てのお楽しみ。今はカードあさりを続けましょう。進展があるまで倍速。とりあえず貯めたい金額は2億4千万。場合によっては、遠出する必要もあるため、金はあるに越したことはないです。ただ、必須カードが一方のプレイヤーに集中すれば、遠出しなくてよくなるので、祈りましょう。というか、序盤から終盤まで、全部運だよ、運。イベントは全部無視でいいです。なぜなら、もらえるお金は年数依存だからね。150億円の前には、そんなのはした金にしかなりません。というわけで1年目終了。まあ仕方ないです。せっかく国から援助してもらったのに、一切会社経営してない社長。人間のクズはもやもや。ところで、どちらの社長が勝つか、皆さん当ててみてください。
的中できなかった方は、ランド買収 RTA を走ってもらいます。よろしく頼むぞ。作品は何でもいいです。が、新しいものほど、難易度は高くなるんじゃないかな。なんか値段の規模が狂ってますよね。この時代は最高額が200億ですよ。スーマ最近のやつは USA のしかやったことないんで。いや、それよくわからなかったですね。ちなみに今回は2プレイヤーでやっていますが、もっと増やすと早くなるかもしれません。というか、試してないです。あんまり多くしすぎると、カード把握が難しいので、多分遅くなります。例えるなら、トルネコ RTA での保存の壺の数ですかね。多すぎるとかえって時間がかかります。そういえばもう2年目半ばですが、さすがに出てきてくれませんね。まあ80分の1くらいなんで、気長に再送すればいいでしょう。まあ開始10分程度なら、いいんじゃないでしょうか。勘弁してくれ。今使った目的地カードは、使うと他のカードに変化します。それぞれ決まった種類のカードに変化しますので、覚えておきましょう。いけません。カードを売ろうとして、キャンセルしてしまいました。まあ多分ガバにはなんないでしょ。気楽に行こうぜ。ちなみに買収プレイヤーは、初期資金がそんなに必要ないです。ただ、この時点ではどちらになるかはわかりません。倍速終わったから進展あると思った?残念でした、エンジェルです。これも年数依存の金額なので、ただの遅延です。破り捨てましょう。また、この時代は見返るにはなりませんので、余計に必要ないです。ついに来ました。これこそが本作ぶっ壊れ、踏み倒しカードです。効果は、借金、ローンをすべて帳消しにするというもの。一見普通のカードですが、まあ見ててくださいよ。さてカードが揃ったので、次の段階に移りましょう。目的の駅は、ナス横のカード売り場です。6分の1をすぐ引き当てるよう、祈りましょう。まずは踏み倒しをダビング。踏み倒しを2枚用意できれば大丈夫です。金玉のなり損ない社長ともども、カード売り場に急ぐのじゃ。なかなか難しいねんな。なお、ここで目的地が新潟、仙台だと面倒になるので、避けた方がいいです。なぜ目的地を避けるのかというと、貧乏神が現れてしまうからです。貧乏神はもはや説明不要でしょうが、いろいろと妨害してくるクズです。敏腕秘書なんて言われるのは、TAS さんだけなので、絶対出してはいけません。さて、今回はホモ太郎にカードが集中したので、買収会社はホモ野郎連結に確定です。当てられなかった方は、手持ちの最新作でランド買収 RTA しろよ。いいぞ。ちなみにカードが二人に分かれてしまった場合の対応策はもちろんありまして。刀狩りカードを使い、無理やり一方に渡してしまうだけです。ただ、刀狩りがカード集め中に出ない場合もあるでしょう。その場合、鳥取県にある売り場で売られていますので、そこに行けば解決です。ただ、30マス程度離れているので、あんまり行きたくはないです。もし中国カードがあれば、残しておくのもいいかもしれん。また、東京に戻ってくる必要もあるので、テレポートカードなども保持しておきましょう。よし来た。ホモ太郎は、クレジットカードを買えるだけ購入しましょう。クレジットカードは、桃太郎ランドを除くすべての物件に使えます。で、効果は分割払いで物件を一つ購入するというもの。購入時はお金を請求されないのがミソです。もちろんランド以外なら何でも購入できます。そして手持ちには踏み倒しカード。何が何を意味するか、わかるわよね。というわけで、東京に向かいましょう。やはり6分の1です。進展があるまで倍速。惜しくも買収権を得られなかった金玉のなり損ない社長ですが、立派な役割がありますので、ナス横のカード売り場に行きましょう。ただし、金太屋社長はそれなりに資金が必要です。4億程度を目安に金策をしておくように。
ちなみにカードの値段は覚えてませんが、大体は種類でわかります。妨害、固定移動系は値段が高めなので、手持ちがいっぱいの時は捨てないように。また、東京カード、沖縄カードのように、定位置に飛ぶカードも高額です。覚えておきましょう。ようやく入れました。これだからサイコロは嫌いだよ。まずはカードを売りましょう。今回はあまりいい値段のものがありませんでしたね。で、残った金は儲かりマッカードにつぎ込みましょう。また、お金が足りないので、急行を購入し、千葉県に戻る手段を作ります。さて、儲かりマッカードの効果ですが、他社の物件をランダムに半額で買収するというもの。通常プレイだと、独占崩しに使うんでしょうか？一方のホモ太郎は、東京入りを狙ってるのですが、なかなかうまくいきません。最近の作品だと、サクマという CPU がいて、理想的な出目を出しやすいという能力があるらしいです。ちなみにサクマというのは、開発者のことですね。最近某社と揉めてたらしいですが、どうなったかは知らん。やっと東京。クレジットで、高い物件から買い漁りましょう。おいおい、所持金1億で、こんな高額物件を買っちゃっていいのか？え、これじゃ全然足りないじゃないですか。書いてませんよね。そりゃこうなるわな。仕方ないので、せっかく買った物件を手放して、徴収を逃れましょうね。なお、クレジットの分割は8回なので、残り200億近くが借金というわけです。もうダメだ。おしまいだ。というわけで2年目終了。ここからついに、日本を揺るがす金融事件が勃発します。粉飾決算定期。クレジットで購入しても、しっかり収益にはなりますが、残りの借金分を加味した資産となります。ただ、高額物件は利益率が悪く、値段の割に対した収益にはなりません。不景気ですが、あんまり関係ないです。なんで不景気なんやろな？これで借金は消えました。嘘じゃないです。本当に本当。本当だよ。しかしこのままではお金にはなりません。そこでこいつの出番。失敗しました、リセです。ちなみに、踏み倒しカードも失敗することがあり、失敗すると逮捕されてしまうらしいですが、自分は一度も失敗したことがないので、もしかすると、3では確実に成功するかもしれません。なお、失敗した場合、逮捕と称し、封印カードなどの、妨害系効果を受けてしまいます。クレジットカードってなんだよ？個人的には、天運カードの BGM が好きです。さて2度目のアキンド召喚。今度はうまくやってくれよな、頼むよ。このイベント、一応ランダム対象のため、うろうろしてじらしてきます。そのため、一度失敗すると、30秒程度のロスになってしまいます。さあ、こっちの事情も考えてよ。アキンドが買収しないと説明が進めらんねんだよ。さすがに腹が立つので倍速。これが8分の5ってマジ？ですがカードは早く揃ったので、やめらんねんだよなこれが。というわけで3度目の正直。いい加減成功してくれないと俺、切れちまうよ。うわ、早くしろ。早く行けよ。乗れよ、早くお前ら。よし来た、これで30億手に入りました。何か言われますが、買った物件をそのまま明け渡しましょう。これで手元にはホモ太郎の30億だけが残りました。ローンも借金も、何にもありません。ってあんた何してんねん？
もう一度ナスのカード売り場に行けってチャートに書いてるダルルを。せっかく6を出したのに、こんなんじゃ RTA になんないよ。あ、おくさ。さて今起きてる状況を解説します。最初にクレジットカードで、高額物件を買ったのはいいですね。そして、その次に踏み倒しカードで、ローンをすべて帳消しにします。ですが欲しいのは現ナマですので、収益率の悪いテレビ局はそのままでは役に立ちません。そこで儲かりマックカードの出番。こいつは、他社の物件を半額で購入してきます。物件を売却すると、資産の半額が返ってくるので、例えば100億のテレビ局は、50億に化けるわけです。こうして踏み倒して残った物件を、すべてアキンドに購入させることにより、資産の半額がそのまま残ります。借金さえなければ、アキンドはどんな物件でも買ってきます。買収でもちろん赤字になりますが、買った物件をそのまま売却すれば、1円も変化しません。こうして最後に残るのは、ローン1ヶ月分を差し引いた、約90億円。カリスマ美容師。無免許でボロ儲け。そんなことやってただで済むと思ってんのかよ。と思うかもしれませんが、不正はバレなきゃ不正じゃないって、それ一番言われてるから。というわけで2度目の不正まで倍速。カード自体は早く揃ったのですが、そのせいで想定より金太屋社の資金が溜まっていません。儲かりマックカードは5枚欲しいので、4億はカード売りで稼ぐ必要があります。なので、結局稼ぐ必要があり、ホモ太郎が寄り道したのはロスにならないのでした。本当？ちなみにこのチャートは TAS3 を参考に、人力でできる範囲に落とし込んだものとなってます。本家の方は、壮大なオチがありますので、ぜひとも見てみましょう。というわけで、2度目のマネーロンダリングを仕掛けましょう。ちなみにここで恐ろしいミスをしてしまってます。それが何か、皆さん考えてみてください。ヒントは、平成初期は強かったチームです。こんなチーム買収したら、ちょっと壊れちまうよ。ちなみに野球に関しては、某野球バラエティゲームくらいしか知識が、ないです。現実だと、捕球とタッチアップの概念がわからなくて、何度もチームメイトを絶望させてましたね。ここまで来れば、もうやることは単純。二度目の踏み倒しで、日本中を震撼させてやりましょうね。あー、ここあるちゃー。踏み倒したら、ホモ太郎はあるカードを仕入れつつ、岡山の金木で、へと向かいましょう。というわけで倍速。ここでどうして先駆者兄貴と違って、2プレイヤー操作で走ったかについて、お話しします。結論から申し上げますと、ほとんどチャートが変わらないからです。2度目の資産買収ができないだけで、踏み倒しによるテレビ局獲得自体はできてしまいます。なので、踏み倒し後にわざと赤字にし、物件を売ることでテレビ局の50億が現金で手に入ってしまいます。そこからは50億を元手に、物件を買い漁るのが王道チャートになると思います。あるいは、わざと貧乏神に取り憑かれ、物件売却で現金化するチャートもあるでしょう。その場合は、2枚目の踏み倒しを用意する必要がありますね。さて、目当てのカードは白浜の横で売られています。カード引け。王道を行く、伊藤洋華堂です。このカードは、物件を4分の3の価格で購入することができます。お、おい、まだ、まだ肝心なとこ洗えませんけど。だったらもっと安く買える、ゴールドカードでいいじゃないか、と思われるかもしれませんが。実は伊藤洋カード以外の割引系は、桃太郎ランド買収に使えません。だから、150億円を、わざわざ集める必要があったのですね。他にも桃太郎ランドは、いろいろと特殊な性質がありまして、貧乏神の売却や、儲かりマックカードなどの対象からは、基本外れるようになっています。また、ランドを所有していると、全物件の収益が 5% 上昇します。ですが、この時代の桃鉄だと、ランドを買える時期にはもう、お金なんていらないでしょうけどね。ということで1回目の買収成功。すげえ白くなったね。はっきりわかんない。
ところで踏み倒しカードがない場合も、実は不正資金を獲得する手段はあります。やり方は、パロプンテカード、取り替えっこカードなどの資金移動を利用するのです。クレジットで購入を、うまい順番に物件を売ることで、1ターンだけ40億程度の現金を持てます。この間にカードを使い、もう一方のプレイヤーに現金を輸送するだけ。当然購入した社長は干されますが、8ヶ月後に、特製ラあまあよくあることです。震えているぞ。今更ですが、アキンドを呼ぶ側のプレイヤーは、1P にした方がいいと思いました。そうは言っても、カードを引くだけで結構な運要素なので、やむを得ないロスと、言わざるを得ない。ところで、クレジット、踏み倒しを禁止したらどうなるかなのですが、最初に高額カードを引いて金策し、ちまちま物件を買い漁るしかないと思われます。効率のいい物件を買い占めたら、あとはカード駅に泊まりまくる。そこで冬眠、充電などの、イベントを起こさずターンを進めるカードを使い、収益待ちにするのが、多分一番早いと思います。さて、いい加減買収してくれよな、頼むよ。やった！買収に成功しました。あと1回成功すれば150億に届くでしょう。もう感想は目の前ですね。早こいつ、もう終わりかいや。優勝ばっかりだ。もう18年してないんですが、それは。しかし、このゲームの発売時期を考えたら、あながち間違いでもないんですよね。あと残っている物件は、売却額が30億円のテレビ局と、16億円のスワローズ。所持金は131億円だから、余裕で足りそうで。野球チームは16億円だから？でも引き当てなきゃええだけやろ。あのさあ、こんな時に限って成功しなくていいから。ここで過去の自分も気づきました。実のところ、収録時点では、まだ調査段階だったのです。じゃあどうしてこの動画が採用されたのかというと、何度やっても、この記録を越せなかったからです。実はです。踏み倒しカードを2枚用意するのがなかなかできず、結局この記録が一番になってしまったのです。ですので、追走したい方がおりましたら、2回目の踏み倒し時には、弱小野球チームを買収してはいけません。チャートにちゃんと書きました。これで安心だね。言うて外れが増えても、2分の1を引かなきゃいいだけだから平気平気。にしてもこの茶番ほんとひで。さっさと行けやボケじじい。赤面！ですが、いくら人災とはいえ、成功率は3割程度あるので、次で成功するでしょう。ちょっと早くしていいですか？これさえ通れば終わるんだ。さあ行こうぜ。うるせえよ！静かにしろ、さらさ！さあよ、次は打ってやる。さあ4度目、そろそろ期待値なんですが、まだ時間かかりそうですかね。やはり渡す気はないか。しかし5度目ともなれば、さすがに買収できるでしょう。何はのアキンドウ、舐めちゃいかんぜ。
そうだよ、クソ。もう諦めて、いいすか？じゃあ次最後の物件の方に参りましょうか。ここでオリチャー発動。今まで無視していた、プロ野球に勝てば、残りの3億円が稼げるんじゃね？こんな土壇場で思いつくなんてやべえ天才じゃ www。しかも勝った、勝った。今日はドンカツだ。は？ふざけんな！タロウさん、ちょっと、まずいですよ。こうなってしまってはどうしようもないです。残り3億ならカードを売って稼ぐのもありです。しょうがないのでスワローズ売却でリカバリーしましょう。幸い10月なので決算まで待てば収益で届く額でしょう。なんつってな。あえて野球観戦をし乱数を変えることで買収結果を調整したのです。いやー素晴らしい起点ですね。よかったよかった。あとは岡山に入るだけです。さっさと6分の1を引くんだよ。悪しろよ。悪しました。これにてゲームセット。ここでタイマーストップ。記録は39分2秒でした。完走した感想ですが。遅いよ、気持ちよかった。正直まだ詰められるのですが、何回やっても踏み倒しカードが出ません。終わり。出たところでサイコロ運が悪かったりして、ちっとも止まれなかったりで、結局この記録を越せませんでした。ということで桃太郎ランド買収、成し遂げたぜ。実質劣化 TAS チャートなので、正直あんまり達成感がないです。じゃあどうして走ろうと思ったのかというと、出来心カードを引いてしまいまして、というのは、そうです。家の掃除をしてたら、ロムを見つけたのがきっかけでした。あとは息抜き、ですかね。たまにやるならこんな RTA ですよ。桃太郎ランド RTA をするなら、汚い手口を使えない作品でやるのがいいと思います。もちろん、こんな道徳のかけらもない方法で稼ぐのは、ゲーム内だけにしましょうね。現実でこんなことしたらその先は、ああ言えません。ですが、友達と遊ぶときは、やってみると面白そうですね。責任は取りませんけどね。ということで、今回はここまでとさせていただきます。長時間のご視聴、ありがとうございました。